皆さんどうも元気でございましょうか。はい、今回もですね、朝の飯テロでございます。今日はですね、ちょっと起きる時間が、昨日のちょっと編集が伸びてしまったんで、起きる時間がちょっと遅くなってしまったんですが、ただいまの時刻はこちら、2017年の8月の9日、今日からお盆、今日からうちの部活はお盆休みでございます。はい、9日水曜日、午前10時42分でございます。皆さんどのようにお過ごしでございましょうか。お盆休み、皆さんはどこかに出かけたりしますか？私の場合はですね、ちょっと13から15までおじいちゃんの家に出かけようかなと思っている次第でございます。そしてこっちのじいちゃん、はい、かなちゃんでございます。今日のかなちゃんは元気いっぱいですね。はい、かなちゃん、挨拶お願いします。おはよう。はい、ふざけました、ごめんなさい。ということで、花押しの皆さん、誠に申し訳ございませんでした。心よりお詫び申し上げます。という感じでですね、今回も飯テロやっていきたいと思います。はい、それではセッティング、サッティングしていきましょう。サッティング、英語の発音の勉強ではありません。ただ単に英語を言ってみたかっただけです。英語っぽく聞こえて英語ではありませんから、皆さん注意してください。これはですね、私が開発した英語言ってるんじゃね詐欺でございます。皆さんもこの詐欺に合わないようご注意ください。まあ今回パジャマなんですけどね、ちょっと動画を撮っていきたいと思います。びっくりした、シンプルにびっくりだね。ふざけました。それでは行っていきましょう。やっぱり起きた時にはご飯食べるの、やっぱりこのチキンサラダ一体何があったのね。チキンサラダじゃない、ポテトサラダ。いただきます。あー、今日は乾杯じゃないんだ、朝だから。今日も一日頑張りましょう。乾杯。なんか違くないですか。今日も一日頑張りましょう。うまいぞ。なんだこれは。麦茶社長だ。動画撮り始めて何分だっけ。なんか意外に時間経って3分、あれ10時42分、やばい、何分に時間動画を始めたのか忘れた。すげえ、俺何分動画撮り始めたのか忘れた。すげえ感じ。それではまずですね、この前回のなると舌が回らないんですね。はい、滑舌が非常に素晴らしいことになりますね。いろんな意味で。こんな感じでございます。はい、いただきます。冷やしすぎたかな。でも美味しいです。はい。冷蔵庫に放り込んだってのは。いただきます。美味しいです。口内に染みることを除いては、ですね、昨日の動画で陽気のチカチュー君から言われたこの美味しそうと言われたこの唐揚げでございます。落ちた。いいですね、皆さんは何も見ていません。
何か見てしまった場合は忘れましょう。今後の未来のためにも。いいですね、このような中学生になってはいけませんよ。皆さんですね、立派な方になっていただきたいでございます。はい、いただきます。美味しいです。はい、シンプルに。なんていうことでしょう、雑談会なのにもかかわらず雑談することがあんまりないっていう。では皆さん、8月の7日から28日までの3週間、28日月曜日までボススターラブライブになったきっかけ、しっかりとハッシュタグで入れといてくださいね。皆さん、ハッシュタグに大天使を使ってお願いします。朝ごはんじゃなくて昼ごはんになりかけてますね。本来朝ごはんといったら7時とか8時台だよね。うちの場合は編集しまくったってこともあるんですけどね。そろそろ10分いっちゃうかな。この動画、今回もこの動画サブチャンにあげようと思ってるんです。はい、サブチャンにあげますんで楽しみに待っててください。ん？待っててくださいって言ってもこれあげた時にはもうみんな見るんだから待ってる人も逆に待っててくださいじゃない。はい、これの動画サブチャンネルであげるじゃないですか。そうですね、今回も特に編集は BGM の編集も BGM の編集を入れて、いつもの曲を入れて、そして
メインチャンネルはないでしょ。メインチャンネルはせっかくなんで動物の森をちょっと今日はやろうかなと思います。動物の森はやってますか？飛び出してますか？あの 3DS の飛び出せ動物の森ですよ。はい、飛び出せって書いてあるの 3DS にし 3DS の名前もかかわらず 3D にしてないから、まず飛び出せずに飛び出せないっていう。はいはいはい。今回 BGM だけにしていきましょう。前回の動画が食べるのが遅すぎて普通にめっちゃ時間がかかってたので、今日はちょっと早めにペースで食べていきたいと思います。じゃあ動画でやるか。やっぱり夏には麦茶ですね。皆さん夏にお茶飲むとしたらどのお茶飲みますか？あやたかっていう方もいれば、おいお茶って方もいると思います。わかります。私もあやたかやらおいお茶は普通に好きですからね。ですが、あの運動した後はなぜかとてつもなく麦茶が飲みたくなるんですよね。その理由としては、運動後に麦茶飲んでいいですね。はい、まあこんな感じで最後まで食べる、まで取るのもせっかくなんで。最後まで食べる動画を見るか、途中までにしとくか。うん、じゃあここからカットして食べ終わるまで撮りたいと思います。はい、はい、というわけで食べ終わりました。嬉しいですね。何が嬉しいのか分かんないですけど、ご飯が一粒残っておりません。それではちょっとチキンサラダ。ポテトサラダやって何回も違えるの？お前バカな。いや、お前が入れようすぎてこいつがもうダメなんだ。続いたら11時ですよ。あの撮影時間が長くても多分食べてるところ多分カットしてあるんで多分短くなってると思います。そうそう、もう動画撮り始めて20分ぐらいだったと思います。という感じで、はい、まあ、こんな感じですね。今回の朝飯動画と言いますか、朝の飯テーマですかね。まあこんな感じです。はい、それでは皆さん、もう11時でございますよ。
それではおやすみの皆さん、充実した生活を送っていただけると、皆さんも充実した生活を送っていただきたいと思っております。このお盆休みを、このお盆休みで疲れた体を癒すことも大切ですし、学生さんや小学生の皆さん、小学生の皆さんや小学生、中学生、高校生の皆さんは夏休みの宿題が多分おそらく出ていると思います。その宿題を終わらせて残りのお盆休みも楽しんでいきましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、ツイッター、フォローお願いいたします。ツイッターでは、大天使こたる、失礼しました、戦艦では、失礼しました、間違いすぎじゃない、ツイッターでは戦艦大和艦長大天使こたるという名前で活動しておりますので、どしどしフォローの方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。